生産環境学コース長原田修樹です。生産環境学コースは川の流れに例えると最も川上に位置する食の基盤づくりをするコースと言われています。しかし基盤づくりをするということは食品が手元に届いた時の喜びや安全性を考慮するという非常に重要な役割を持っていると考えています。教員は10人いますが、その専門分野を森、川、里、海の流域の図に散りばめてみると非常に幅広い分野でかつ細分化された専門を扱っていることがわかります。森林環境モデルと農村環境モデルという2つのモデルの連携により教育研究を行っています。福島県は農地面積が全国で7番目、森林面積が全国で4番目であり、生産環境学コースの重要性は明らかです。現代社会は非常に複雑化しており、環境問題、食料問題、非常にいろんな複雑な条件が絡み合っています。したがって生産環境学コースにおいて学生さんご自身の専門性を教育とともに高め、その後は社会で現実的なさまざまな問題に幅広で活躍してくださることを望んでいます。ぜひ生産環境学コースで一緒に研究教育をご一緒に進めたいと願っています。よろしくお願いいたします。森林利用学担当の藤野雅也です。私は人と自然の共生を実現するための社会を研究しています。例えば住宅のために木材を切りたい、そうすると森はなくなってしまいますが、そこに木を植え、そして育て、そうすることでまた100年後に同じ場所で木材を取ることができます。例えばこのように循環した木材利用を行うということは非常に重要なことになっています。最近ですと SDGs の15番目のゴールである陸の豊かさも守ろう、こちらの基礎的な考えの一つにもなっています。このために私の研究室では経済学ですとか工学、経営学、歴史学、社会学、生態学などさまざまな研究分野の力を使って、いかに100年後の森を守り育てる社会を実現できるかということを研究しています。具体的には山に入って木の数を数えたり、人々にアンケート調査を行って森林利用に対してどのように考えているかを聞いてみたり、そのような分析なんかを行っています。もちろん私一人でできるものでもありません。多くの人たち、特にですね、これから来ていただく研究室の皆さんと共に行っていく、そして他の先生たちと共に行っていきます。ぜひ皆さんも私たちと一緒に100年後の未来をどう作っていくか考えてみませんか。皆さんの来られることをお待ちしています。スマート農業論を担当しています久保田陽介です。私はこちらにあるような農業機械を使った研究を行っています。例えばこちらの田植え機、これは棚田でも常用で利用できる田植え機となっております。実際に小さな水田で歩くという作業は非常に大変な作業となります。そのような場所でも農家さんの負担を少なくするためにこのような機械を開発したりもしています。また農作業安全に関する研究も行っています。そこで使っているのがこちらの視線計測装置となります。これは大型のトラクターに乗った時に運転手がどこを見ているのか、また熟練車と非熟練車でどんな差があるのか、安全作業のポイントは何かというようなことを視線から解析しています。農業農村工学分野の中で水資源利用学を担当します韓国出身のシン・ムノです。水は食と農において欠かせないものです。水資源の効率的利用、水管理システムなど水に関する研究に取り組んでいます。近年では AI や IT を活用した
スマート農業においても農業の村工学の技術が使われています。例えば ICT やドローンなどを活用した農業用水の見える化、遠隔監視システムなどが開発されつつあり、省力的な水管理システムの構築に貢献しています。農業の村工学は人と自然の関わりにも注目して研究をします。環境に興味があって農学部を希望する皆さんとともに、福島から次世代水管理システムを作りたいと思います。